皆様、5月24日に、元京都大学総長でいらっしゃいます、長尾誠先生がご逝去をなされました。私は何か本当に信じられない思いで、その気持ちがどこから来ているのかなと思いましたところ、当然といえば当然ではございますけれども、昨年4月のこの第5回のシンポジウムで長尾先生からご講演を頂戴していたわけでございます。当時は振り返りますと、これ長尾先生にお電話を差し上げて、シンポジウムでお話しいただけないでしょうかということをお願いをさせていただいたわけですけれども、その時先生は何ておっしゃったかと言いますと、いやもうこんなコロナみたいに天地がひっくり返るような時に、ちょっとぐらい学問が勉強するスピードが遅くなっても、そんなことは大したことじゃないんじゃないか、後からいくらでも追いつけるよ、とおっしゃられまして、わかりました。先生、遠隔授業をいかに追いつくかと、海外に遅れなくやるかということがテーマですけれども、もうそんなことは全然関係ありませんので、先生のお気持ちをぜひスピーチでお願いしますと申し上げたのを、本当に今のように思い出されるところでございます。それではその時のお話をここで再度のリプレイをさせていただきたいと存じます。はい、皆さんこんにちは。今日は危機に直面してというテーマで話をさせていただきます。今我々は新型コロナウイルスとの戦いの真っ只中にあるわけであります。この中でこの戦いの最前線で身の危険にさらされながら、医療や看護、またそれらに関連した仕事に日夜奮闘してくださっている方々のご努力には本当に頭が下がる思いでございます。私どもはこの戦いに直接的には何もできないんですけれども、間接的に我々ができることはいろいろあると存じます。例えば我々は国が出している指針に沿ってなるべく外出しないようにして、感染しないように、また他に移さないようにしなければなりません。そうしなければパンデミックを収拾できませんし、医療や看護の方々の負担を増大させますし、医療システムの崩壊を引き起こしてしまうことになります。このような異常な社会状況の中で、我々はどうしなければならないかについて、一人一人の立場から深く考えることが必要でしょう。今までに経験しなかったこのような事態にどう対処するかというとき、我々はあくまでも科学的知識に従って行動をしなければなりませんが、なればなるほど、一人一人の精神力、あるいは道徳心が試されているということにもなるわけであります。私の父は明治の終わり頃の生まれでしたけれども、生前は私たち子供に対してよく次のようなことを言っておりました。これは長い人生を何事もなく平穏に過ごしてきていると思っていてもですね、そんな幸運にはめったに恵まれないんだと。長い人生には必ず2度か3度は予想もしない厳しい状況にさらされるんだと。その時にどう振る舞うかがその人の価値を決めるのだと言っておりました。その時のために平時から自分を精神的に鍛えておく必要があるというわけであります。つまり、いざという時でも慌てず、人間が人間としてまっとうに生きていくということを常日頃から考えて、毎日を過ごさねばならないということであります。私の父の場合の危機は、1923年の関東大震災であり、また1945年の第二次世界大戦の日本の敗北の時でありました。
特に後者の場合は日本中の人たちが食うや食わずの状況に追い込まれ、私どもは米や麦などはほとんど口に入らず、食べ盛り育ち盛りの子供時代を自宅の庭を掘り返して育てたさつまいもやかぼちゃなどで飢えをしのぐという何年間を過ごしたのでした。第二次世界大戦の敗北した時、全ての人は呆然としてこれからどう生きていったらいいのか分からなくなってしまったんです。その中で当時京都大学の総長をしておられました鳥海利三郎先生は、学生たちを集め、応用的こそしっかり勉強してこれからの日本を再建するのだ、そのは君たちの方にかかっているんだよ、訓示なさったと聞いております。この新型コロナウイルスとの戦いの今、勉強に励んでいる学生諸君、また我々学問研究に従事している者として何をなすべきなのでしょうか。今は我々は在宅で勉強や学問研究を十分にはできませんが、幸か不幸か時間だけは十分あるという状況です。したがってこの時こそ、それぞれが自分がやっている勉強学問研究が何のためであるかということについて真剣に考える絶好のチャンスであると考えます。これを哲学の一課題として哲学者に任せておくのではなく、それぞれ自分がやっていることについての人生における意味、社会における意味、人類にとっての意味といったことを時間をかけてよく考えてみることをお勧めいたします。良い就職先を見つけるためにとか、あるいはたくさん論文を書いて有名になろうとか、そういったことではなく、自分が社会の一員であることをよく考え、自分としてできることを実行しながら真面目に生きることに先進すべきではないでしょうか。学問研究には好奇心が必要だ。好奇心があるからこそ新しいことが考えられ、学問が進歩するのだ、よく言われます。それは正しいでしょうけれども、その逆は成り立ちません。つまり、好奇心さえあれば何をしてもよいかといえば、決してそうではないということです。これをよく考えればなりません。そのためにこそ、広い教養と道徳心が必要なのであります。2011年3月11日の東北地方で起こった何百年に一度の大地震と、それに伴う想像もできない大津波、さらに原子炉の爆発という未曽有の災害が発生し、多くの方々が亡くなり、また被災者の方々は呆然とし、日本中の人たちも大きなショックを受けました。そして救援物資を送るとか、寄付をするとか、それぞれが自分にできることをいたしました。私はその時、国立国会図書館長をしておりましたけれども、自分個人としてやるべきことの他に、国会図書館として何ができるか、何をしなければならないかを真剣に考えました。そこで立ち上げた仕事は2つありました。1つは津波などで損傷を受けた貴重な古文書などの郷土資料の修復にお手伝いをするということでした。最地の図書館の方々は懸命になって流された貴重な資料を上で集めておられましたけれども、塩水をかぶった古文書を洗浄し、うまく修復する作業は大変なことでありました。そこでそのような資料を国会図書館に持ち込み、洗浄修復することをしたのであります。もう一つはこの何百年かに一回の巨大災害についての記録を徹底的に集め、また何世紀か後に起こるであろう同様の災害に備えられるようにすることでした。この大震災に関するあらゆる記録といっても、地震や津波の記録だけでなく、被災状況の詳細な記録、救援活動に関する記録、東北地方での生産活動や経済活動についての損失、損害、あるいはその復
復興上の状況の年次的推移、あるいは日本全体の経済状況への影響等々、非常に広範な記録を対象にしなければなりません。これらは国会図書館だけでは到底やれませんので、政府の関係する各省庁に呼びかけて、協力体制を作り、実行に移しました。この仕事は長年を要しましたけれども、各省庁で電子ファイルとして作られ、国会図書館のひなぎくというサイトにアクセスすれば、必要な記録を蓄積している省庁のデータベースから取り出せるようになっております。この膨大な資料は将来起こるであろう大災害の時の参考になる、でしょうし、単に日本にとって役に立つだけではなく、世界各国の大地震、大津波などの災害を少しでも減らすために貢献するものと考えております。今回のパンデミックについても同様の努力が必要ではないでしょうか。昔の人たちは、天変地異が起こった時は神に祈り、病気なども宗教の持つ奇跡に頼りました。平安時代の風邪気等はその典型的なものであります。今日ではいざという時は科学技術、医学に頼るわけであります。しかしこれだけでは今回のコロナウイルスの災害には勝てません。いざという時に、頼りにすべき医療が崩壊の危機に瀕しているからであります。このパンデミックができるだけ早く収束するよう、我々一人一人がこの困難に立ち向かうのだという信念を持って、自己を律していくことが必要になります。江戸時代の寺越は読み書きそろばんを教えましたが、その他に人間としてあるべき姿も儒学などを通じて教え、また実践しました。このように江戸時代の学問は人間を作るためのものでありました。今日の学問研究にはこのような要素が全くと言っていいほど欠けております。人間はいかにあるべきか、何のために勉強し、また学問研究をしているか、ということをこの際よく考えることが大切ではないでしょうか。皆さん方はなるべく家から出ない、あるいは人に会わないといった日々でしょうが、時間だけはたっぷりありますから、繰り返しになりますけれども、応用的こそ物事の本質についてよく考える貴重なチャンスであるわけであります。これを実践することによって、自分の勉強や研究の方向性が改めてはっきりしたり、問題解決の糸口に気がついたり、新しい魅力的な研究テーマが見つかったりするものなのであります。もっとも、その間には自分の緊張をほぐすために、自分の本来の勉強や研究には全く関係のない分野の本を読むこともお勧めいたします。例えば、中国古典の東延明の漢詩集とか、シェイクスピア、あるいはハイネ、ヘルマン・ヘッセなどを読んだり、あるいはまた、アンデルセンの童話などを子供たちに読んであげるというのもいいんじゃないでしょうか。先般、ノーベル化学賞を受賞されました、吉野明さん、明氏で有名になりました、パラデーのろうそくの科学や、寺田虎彦、中谷武吉郎などもいいのではないかと思います。このように自分の仕事に全く関係のないものを読むことによって、長期的、また世界的な視野が得られますし、自分の世界が広がり、これからの人生についてのヒントが得られることもあるのです。人の絶望した心を救い、勇気を与えてくれるものは音楽であります。ベートーベンは心を励ましてくれますし、多くの管弦楽曲や歌などは人の心を慰めてくれます。人の心を一つにしてくれるのも音楽であります。すべての人の心を一つにすることは、現代社会においては大変難しいことでありますし、場合によっては危険なことでもあります。しかし、今回のパンデミックの状況では、皆が協力しなければ、ウイルスとの戦いにはなかなか勝てないことは明らかであります。
多くの人たちが苦しみ、生死の境をさまよっているという事実を直視すれば、我々はおのずと祈らざるを得ない気持ちになるでしょう。人の心を最終的に救ってくれ、支えてくれるものは、残念ながら科学的知識ではなくて、心の底から出てくる祈りであり、音楽で言えば、ヨハン・セバスチャン・バッハであるでしょう。こういうこともよく考えていただきたいと存じます。最後に、現在世界のすべての国がコロナウイルスの被害を最小限度に抑えながら、国民の健全な日常生活と経済をできるだけ早く回復すべく懸命の努力をしている中で、我々一人一人の努力は微々たるものかもしれませんけれども、これがワンチームになることによって大きく力強いものとなり、この戦いを終結させることができるのですから、国を越えてお互いに頑張らねばならないと思います。冒頭にも述べましたけれども、医療や看護に日夜懸命の努力をしていただいている方々に感謝をしながら、私の拙いお話を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今先生のお話を聞いても、1年前4月24日ですけれども、まだ大きな新鮮感があるのではないかと思います。当時は、実はこの会がですね、このサイバーシンポジウムの中で最も多くの聴講者、参加者があった会でございまして、もちろん長尾先生だけではなく、多くの方々にご講演いただいたわけですけれども、当時のアンケートでは、長尾先生のこのご講演に対して非常に大きな反響があったことを思い出す次第です。また当日は京都大学の、門下であられました黒橋先生のところでご講演をなされたというふうにお伺いしている次第です。黒橋先生、いろいろなご調整誠にありがとうございました。ということで、長尾先生の道徳心、精神力というものをまた改めて再認識しつつ、このシンポジウムを継続していければと思っている次第です。